きね切れちゃいましたけど、出したての生地が冷たければ軽く手で温めてあげます。でまずは生地をふわっと入れてあげて、でセルクルに入れます。入れたら、上に出ている生地を右手で押さえながら左手で、生地を均等にしていきます。はい、そうすると、まあ、今こんな感じになりましたけど、この端のところに隙間が空いていますので、親指の先端を使って軽くそこをこの辺を押さえます。今セルクルは回しています。そうすると生地がこんな感じで少し下にたよみますので、これをグッと押さえてあげると、押さえてちょっと角に余った生地を行き渡すようなイメージすると、生地がこう端にきちんと行き渡ってくれます。でもし空洞があるようでしたら、もう少しちょっと追加で先で押してあげて隙間を埋めて完成です。で最後に余分な生地をペティナイフで落として完成です。じゃあ何個かやっていきたいと思います。生地は、抜いてる生地は冷蔵庫に入れといて、まあ、今結構気温も高くなってきてますし、一枚一枚取り出して本サージュっていう作業になるんですけど、やっていく方がいいと思います。最初に説明した生地を入れて、次に親指で生地を、こう中にギュッと入れながらこう、左手で均等にしていく作業も、もうなんか滑らかに、2つの動作がなんか慣れてくるとつながるような感じでできてくると思います。はい、では今度はちょっとゆっくりやってみます。ゆっくりって言っても生地の状態が悪くなっちゃうんであれなんですけど、まずは入れる、ふわっと入れる。で出したばっかりの状態、もし冷たすぎたら軽く温めて曲がる程度にしてあげる。まずはふわっと入れます。手でこの辺を先の方を持ってこの角に向かって入れます。生地に熱があまり伝わらないようにしてください。ふわっと入れたら、今度は右手で先端を持ってこう下に押さえるイメージです。ギュッギュッギュッと中に入れて、つまんで入れていってあげるようなイメージでやっていって、左手は親指の腹の部分を使って側面を均等にします。はい、
できたら、そこにちょっと空洞がありますので、今度は親指の先を使って、生地のこのあたり角のところを指で軽く押さえます。一周して、そうするとこういう感じで生地に、遊びがたゆみができてくるので、グッと押してあげると空洞が埋まります。最後はペティナイフで余分な生地を取ります。こんにちは。軽く、冷えすぎてたらこう折った時にパリッとならないぐらいの硬さにします。生地をふわっと入れます。入れたら上に出てる生地を押さえながら左手で側面を押さえて均等にして、今度は少し浮かせて親指の先端で生地を押さえて、最後にグッと押します。はい、生地が、冷たすぎるとこんな風に破れちゃいます。で、まあ、温度上げすぎてもあれなんで、べちゃべちゃになっちゃうんで、温度が結構難しいですね。温度と早くやらないとやっぱ状態が悪くなってしまうんで、です。まあ最初は難しいかもしれないんですけど、やっぱり何回もやってるとできると思います。なんか練習したい方は餃子の皮とか使ってもらったらいいかなと思います。餃子の皮を、まあ、型ついちゃうんで
何回かしか練習できないんですけど、餃子の皮で練習して、餃子の皮だとあの生地が緩くならないんで練習しやすいかなと思います。こんな感じで、これがまあ餃子の皮だとしたら、もう一回ゆっくり説明しますね。まずは、このセルクルの角に向かって生地を入れていきます。で、冷蔵庫にで冷やしてもらってほしいんですけど、それを軽く温めて手の熱で、でちょっと曲がるぐらいにします。あんまり温めすぎに注意してください。そして、この辺りですね、まあ、さっきの方を持って、で、角にふわっと入れていきます。なんか優しく こんな感じで優しく入れてあげて、まずそうすると余分な生地が上に出てきてますので、で結構ここの、角にもあの生地が行き渡っていないので、こうグッと下に押してあげて生地を下に行き渡せるようなイメージで、右手で、この出てる生地をちょっと軽くつまんであげて、下にキュッキュッキュッって押すようなイメージで、左手は親指の腹を使っていただいて、セルクルの横の側面を軽く押さえて、そこの、側面の厚さを均等にしていきます。右手で、余分な生地を持って下に押さえながら、左手は、側面の生地を、均等にしていきます。早くやるとこういう感じ。セルクルは回して、セルクルをこう回してあげて、で、手の場所は動かないです。こうすると、生地がセルクルに入っていくんですけど、この角のところに、生地をあとは、きれいに行き渡せるために、今度は親指の先端を使っていただいて、ここの角のところを押さえて回していくんですけど、その時にセルクルを少し浮かせてあげます。こっちのお尻の方はついてていいんですけど、前の方を少し指一本分入るぐらい浮かせてあげて、ここの、角のところを軽く押さえてあげます。そうすると生地がこんな感じで少し底がたゆんできますので、これをギュッと押してあげると、たゆんだ生地が、この角の行き渡っていなかったところに行き渡りますので、これであとは最後に、出ている余分な生地をペティナイフでカットしてあげて完成です。で、餃子の皮で練習された場合は、そのままこの餃子の皮を、ま、これ紙ですけど餃子の皮だとしたらこうセットして、このままオーブンで焼くと、パリッとしたあのなんだろうな、あの
甘くないタルト生地みたいなのができるので、ここにあのポテトサラダとかお野菜とか盛り付けていただいても美味しいです。そういうなんか餃子の皮で器みたいなのもできるんで、練習した後は晩ご飯の一品にしてもらってもいいと思います。はい、まあ、セルクルのやり方ちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、やっぱ練習あるのみだと思うんで、はい、参考にしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。タミさん、キョンさん、ラダンさん、キミコさん、スガ、サトコさん、ありがとうございました。